こんにちは、ひろママです。いつも太郎ちゃんたちの動画を見に来てくださりありがとうございます。とても嬉しく思います。主人の母と私の母の介護の輪で YouTube を見に行くところまで行かず大変申し訳なく思っています。小谷も小谷もそらちゃんも欲しいにゃん。僕も欲しいよ。ワンワン。小太郎ちゃん。コタね、お耳聞こえないの。太郎ちゃん。えへ、なに、ママ。ママ、僕も。コタも、コタも、お願い。やった、おやつだ。バイ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 。コタちゃんおかえり。コタね、おかえりもでもできるもん。ソラちゃんも欲しいにゃん。おいしいにゃん。ありがとにゃん。僕お手できるよ。おかわりもできるよ。おいしい。こたね、伏せも待ってもできるよ。ありがとにゃん。うれしいにゃん。太郎ちゃんはひどい虐待の末捨てられていた犬です。こんなに元気になりました。がんである太郎ちゃんが万が一のことがあったら私が生きていられないんではないかと子供たちが心配して、太郎ちゃんにそっくりな犬を探し回って飼った犬が小太郎ちゃんです。そらちゃんは瀕死の状態で公園にいたところを保護された元保護猫です。そらちゃん、お手洗いをきれいにするにゃん。そらちゃん、偉いね。ワン